よかろう。これから話すこと、そのすべてを世界に公表する。その約束が果たされるなら、わしがすべてを語ろう。At that time, I had no idea why he wanted me to reveal everything on his behalf. But I was getting so close to the truth I'd long fought to uncover that I couldn't turn down this once-in-a-lifetime opportunity. The devil's blood in Kazuya and the blood of Kazumi's family, the Hachijos, remains shrouded in mystery. I listened closely to every word, each step inching closer to the truth.アヤスがわしの父、ジンパシの道場に来たのは、まだ年端もいかぬ少女の頃じゃった。共に汗水流し、武道に明け暮れる中、つまりライバル。武道とは、真に共に己を追い込む孤独な世界。カズミは次第に、わしにとって唯一無二の存在となっていった。息子のカズヤも生まれ、わしらは幸せじゃった。特にカズミは、カズヤのことを目に入れても痛くないほど、溺愛しておった。すべての歯車が狂ったのは、貴様の言う通り、その年のこと。稽古中、カズミが突然倒れおった。カズミは信じられぬほどの高熱を出しており、急ぎ病床に寝かせたのだが。カズミ。She tried to kill you? じゃが翌日、熱が下がったカズミは、前日の出来事を覚えておらず。いつも通りのカズミであった。それはまるで人格を二つ抱えた人間と共におるような感覚じゃった。そんな日が幾日も続いた。そしてある日。よっ!世界を脅かす存在になる。何の夢を見ている。故に今死を与えるのだ。カズミ、やめ。まだわからぬか、なぜ我がこの家に嫁いだ。まさか我ら八条家は貴様のような人間を消すために太古から存在しており、その使命を今果たす。カズミ、愛しているなら。いいよ。
もはや貴様はカズミではない。ならば So that's how you killed your wife. もともとは死を殺すために三島家に送られた女。ならば、花から殺す運命。But why did you drop Kazuya off a cliff? He was just an innocent boy. カズミの血を受け継ぐなら、人間でないと考えた。落とせば死ぬであろう崖に落とし、生きて戻れば人間でないということになる。そして奴は、案の定それでは死ななんだ。今思えば、わしはあの時カズヤを殺しておくべきじゃった。もうわしに残された道は一つ。すべての真実を語り、世に是非を問うことだけ。家族を殺され、貴様はわしを恨んでおるのだろう。How do you know about that? バカめ！貴様のことなど、とうに調査済みじゃ！バックにラースたちがいることもな！ Let me go! Just let me know one thing! What does this war mean to you?